みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。ありがとう、遠藤。落とさないでよ。落とすと大緊縮だからね。わかってるって。サンキュー亀山。おめでとう、お兄ちゃん。さあ、だがこの優勝こそ俺にとってはスタートなんだ。そういえば一ノ瀬も土門もなんで急に飛び出していったんだ。ほら、試合が終わってすぐに木戸川の西垣から電話があったじゃないか。西垣、どうした？今の試合見てくれたの？へえ、おめでとうコールとは律儀だな。そうそう、それで二人とも報告に行ってくるって言ってたわ。なんだ、そういうことか。けどよ、もったいねえよな。インタビューとか写真とか全部やってから行きゃよかったのによ。いいじゃないか、アメリカの頃からの親友なんだからさ、一番に優勝の喜び伝えたいってことだよ。そうだな、俺も陸上部のみんなに知らせることにするよ。誰がここまでいけるって想像した？俺たち初めはたった7人だったんだぜ。敗部敗部ってバカにしてたやつもいたよな。それを言うなら
キドウ君だって初めはゴーエンジ君以外相手にしてなかったわよ。最初はな。だが帝国との練習試合が結果的にはお前たち全員を目覚めさせた。おやおや、皆さん一番大事な人を忘れてませんか？お前なんかしたか？帝国との練習試合で僕が戦略的撤退をしたからこそ高円寺君が蘇ったんですよ。つまりライモンを優勝に導いた最大の功労者はこの僕ということに。逃げときながら威張るな。私はこの日が来るのをずっと信じてたよ。ありがとう、アキ。それでこれからの戦いは？日本一になったら次に目指すものは何かしら？次か。面白いじゃないか。きっとまだまだ強い奴はいっぱいいるからな。いっぱいってどこに？世界だよ。もっともっと強い奴がいるはずだ。アンコン、世界世界か。でっかく出たね。でかすぎて俺トイレ行きたくなったっす。よし、世界目指してみんなで大特訓頑張ろうぜ。ユカ、俺勝ったよ。見えてきたぞ、稲妻町だ。なんだあれ。起こったんだ。ひで、君たちなのか。校長先生。遠藤君か。何があったんです。宇宙人だ。宇宙人。そうだ、宇宙人だ。宇宙人が攻めてきたんだよ。そんな冗談でしょ校長先生。古川さん、これは稲妻イレブンのおじさんたち。ひどい。どうしてこんなことに。大丈夫ですか。しっかりしてください。バカな。皆様の代わりに宇宙人と戦ったのですが、全く歯が立ちませんでした。面目ありません。みんなの代わりにどういうことなの。宇宙人と戦ったって。古川さん、あんた。おお、響きか。昔取った絹塚、久しぶりにキーパーの名乗りを上げたんだろうな。奴らには通用しなかったよ。本当に宇宙人と戦ったのか。ええ、サッカーで戦いを挑んできたんですよ。サッカー、どういうことですか。あ
奴らです。奴らがサッカーを挑んできたのです。お前たちが宇宙人なのか。我々は陶器星エイリアよりこの星に舞い降りた星の使徒である。我々はお前たちの星の秩序に従い自らの力を示すと決めた。その秩序とはサッカー。サッカーはお前たちの星において戦いで勝利者を決めるための手段である。サッカーを知る者に伝えよ。サッカーにおいて我々を倒さぬ限りこの地球に存在できなくなるであろう。だからだから稲妻イレブンのおじさんたちと戦ったっていうのか。だったら次は俺たちと勝負だ。見よ、この学校はすでに崩れ去った。すなわち勝負が終わった証。もっともあれが勝負と言えるものならな。宇宙人だろうが何だろうが学校ぶっ壊されて黙ってられんか。サメオか。みんな見せてやろうぜ俺たちのサッカ ー。その必要はない。マシンサッカということ。キャプテン、大丈夫でやんすか。しっかりしろ。大丈夫だ。奴らは宇宙人はどこだ。消えた。消えた。俺たちの物質があの黒いボールで。恐ろしいシュートだったな。スピードもパワーもあんなの見たことがない。ゼウスでさえさっきのシュートに比べたら。魔神ザハンドでも止められなかったなんて。いや、技を出す間もなかった。そうだろエンド。一ノ瀬君よ。もしもし。もしもし、お父様。一ノ瀬くん、雷門中にも宇宙人が。おい、こっち手伝ってくれ。ハグはこっちへ。ハグ、急げ。遅かったか。こっちも西垣たちは完敗だ。なんだ黒いサッカーボール。お父様、今どこにいるんです。説明は後だ。宇宙人は今カサミの宙に現れている。カサミの中？ま、奴らカサミの中に行ってるのか。ええ、カサミの中のサッカー部に勝負を挑んでるって言ってるわ。カサミの中なら隣町だ。行こうぜ、助っ人に行くんだ。やられっぱなしで追われるもんか。理事長はどうして宇宙人がカサミのに現れたことを知っていたの。わからないわ。はっきりしていることは、私たちが決勝戦を戦っている間に何かが起こっていた。
どうした？なぜ返事をしない？我らと勝負をするのかしないのか。返答なくば今すぐお前たちの学校を破壊する。待ってください。学校を壊すのだけはやめてください。ならばどうする？僕らこの間やっとサッカー同好会から正式な部活に認められたんです。まだまだ他の学校みたく強くなんかないし。他の学校か。我らはつい先ほど雷門中を破壊してきたところだ。じゃあ雷門中は負けたのか。あの雷門が叶わなかったんだぞ。ダメだ、危険しよう。キャプテン、そうだな、学校を守るためだ。危険だって悪いことじゃないんだ。決断したか。はい、決めました。僕ら棄権します。試合はしません。弱き者め。何するんだ。破壊だ。勝負を捨てると自らを弱き者と認めたも同然、よって敗者とみなし破壊する。ライモン中のキャプテン。お前たちがこの者の代わりに勝負するというのか。ああそうだ。本当は俺たちが守らなきゃいけないのに、俺たちは棄権したんだ。逃げようとしたんだよ。安永、学校を守るために棄権を選んだ。それは恥ずかしいことじゃない。さあ始めようぜ宇宙人。いいだろう。ボールを持ってこい。え、行け。はい。そいつでやるんじゃないのか。お前たちのレベルに合わせてやる。何？落ち着け遠藤。監督、奴らのペースにはまるな。ゴーエンジ君も一ノ瀬君、ドモン君もいないのよ。現状では染岡君のワントップになるわ。大丈夫なの？問題ねえよ。ああ、バックアップは任せろ。頼むぞ、みんな。お前たちの名を聞こうか。俺たちは雷門中サッカー部。俺はキャプテンの遠藤を守る。お前たちの次元であえて名乗るとすれば、エイリア学園とでも呼んでもらおうか。エイリア学園。そして我がチームの名はジェミニストーム。我が名はレーゼ。さあ始めようか。審判はどうする？あの、よかったら俺がやるよ。ああ頼むよ。本当に大丈夫かな。みんな大丈夫、きっと勝ちます。でもここに来ての連戦、体がどれだけ回復しているか。どんなサッカーだろうとやる以上遠藤たちにも勝機はある。よし行くぞ。ジジイ、チッ、何やって止めるか。ドラゴンクラッシュ。マジンズガッ。何だったの。何ですか、あのライアさん。エンド、キャプテン。マジンザハンドが出せなかった。これが宇宙人のスピードか。まだまだ試合は始まったばかりだ。地球にはこんな言葉がある。弱い犬ほどよく吠える。疾風ダッシュ。ミス。ああ。
なんて動きなんだ。しかもあの余裕は一体。師匠、すみません、足が。選手交代だ。高円寺、立てるか、獅子堂。来てくれたんですね、高円寺さん。高円寺くん、獅子堂頼む。うん。やられっぱなしで終われるもんか。